アルーナス・バリンスカスは、リトアニアの俳優、テレビプロデューサーである、ラズディアイ出身。近年は、政治家としても活躍している。2008年リトアニア議会選挙で当選、リトアニア議会の議長も務めた。既婚で、二児の父。妻は、リトアニアの歌手で、テレビの司会者でもあるインガ・バリンスキエネ。彼女もまた、イマス議会議員である、ビリニュス大学を卒業。 法学修士。1990年代、バリンスカスはテレビ業界に携わるようになった。アレナ、タイプ、IRNE、DY レイシュース、ケリアススベイグスズ、スベイグスジューバータイといった有名なテレビ番組を生んだ。また、コンサートなども手掛ける。2008年、議会選挙が行われる前に国民復興党を設立し、党首に就任。月に出馬し、 カズバリスパネベジース小選挙区では敗北するも、比例区で当選。その後、リトアニア議会議長就任に伴い遠首の座を、レーモンダス・リニュースに譲った。その後、マフィアグループとの付き合いが暴露され、大統領による辞任勧告を受けるがこれを拒否。議会の不信任決議によって、9月15日、議長の座から追放された。2011年9月、 国民からの支持を失った国民復興党は自由中道同盟に吸収合併されバリンスカスも自由中道同盟に所属することとなった2012年リトアニア議会選挙でバリンスカスは自由中道同盟から出馬シルテパゲゲ小選挙区では候補者10名中8番目の人気で落選した自由中道同盟は比例区でも 奇跡を獲得することができなかったためバリンスカスの当選はならず、バリンスカスは失職した。ありがとうございます。